誰だってできるようになる。問題文をどう読んでいくかという。成績を伸ばす一番簡単な方法は1、音読。英語なんて言葉なんだ。こんなものやれば誰だってできるようになる。問題文をどう読んでいくかということ。公式は全て、瞬時に導ける。定義がちょっとでも曖昧になっていると途中で間違ってくるんだよ。基礎の基礎が怖いってことを今日何度も言っときます。じゃあいつやるか。今でしょ。俺には英語ができない。僕は英語は苦手だ。そんなのは思い込みだよ。英語なんて言葉なんだ。こんなものやれば誰だってできるよ。私は硬派な人間ですから、あんまり甘やかしません。でも絶対分からせますから。本当に呆れるほど分かるほど分からせますから。間違うことはいいことなんです。間違うことはいいことだ。人間間違わなかったら進歩がないでしょ。できることばっかりやってたって意味ないでしょ。絶対分からせますから。本当に呆れるほど分かるほど分からせますから。間違うことはいいことだ。人間間違わなかったら進歩がないでしょ。数学の力を上げていくことが目的だから、答えだけ出すことにこだわっちゃいかん。むずいってのは実態を分かることなんです。何をやってるのか分かればいいんです。正確に読んでいくんです。必ずそのメッセージは届くように書かれてます。人に教えられるぐらい復習をすることによって本当に自分のものになるわけです。我々の目標は平均点などではなく満点だ。公式なんていうのは忘れたって導けると。頭には知識はあるの、あとは訓練と引っ張り出す練習とスピードの問題です。世の中で常識だと思われてることを、ね、疑ってかかること。達成感の積み重ね、達成感をひたすら積み重ねていくっていうのが成績を上げる唯一の道です。音読を通して5回10回やったらもう全部頭の中入ってるから。英語ができれば世界中どこででも仕事ができるじゃないですか。はっきり言うけど過去の